チマウンテン、リーダーブレザーズのカヌー探検、ピーターパン、スラムカニ、スライキューネット7人のコルト、ノーピットマンション、セルトルダンボ、キャストルカルーソル、シンデレラのリアリティールモール、アリスのティーパーティー、ミッキーのヒルナマジック、イノキオの冒険旅行、イッツァースモールワールド、プロさんのハイニーハント、さて、ぬるい、こんなスピードじゃぬるい、もっとスピード上げていきますよ、頑張って。ロゼルト、カートスピー、ミニの家、ミッキーのとミトリッキー、チップテンのツリーハウス、アシカ、ベッドスター、マルカのゼータ、グミ、ペイテクプレイハウス、プレイパーク、ストリップ、スティッチインカウンター、バザータイヨナ、アストプラスター、スペースマウンテン、スタップソーツ、アドベンチャーコンティニュー、最後は、モンスターズインク、ライダー&ゴーシークはい、ドリブスペットのアトラクションを紹介してまいりました。僕ですね、今日アトラクションを紹介するのは、その中の一つ。何かと言いますと、僕が大好きなキャラクターにちなんだもんなんですけど、僕が一番大好きなキャラクターを発表してもよろしいですか。そのままいいよってありがとうございます友達かすってね。そのままガジェットあれガジェットって知ってます。ちょっとデュール好きな方は知ってますよね。ガジェット知らない、わかりました。じゃあご紹介しましょう。ここは一つガジェット。ガジェットというのはですね、チップとデールの大作戦レスキューレンジャーという作品に出てきた女の子のキャラクターなんですけども、実はチップとデールが憧れている存在でしてね、彼女は天才発明家なんです。で、皆さん、あのブータウンにガジェットのゴーコースターってあるの知ってますか。それは彼女が作ったんですけど、それができた由来を皆さんにご紹介しましょう。じゃあガジェットお願いします。はい、ガジェットは天才発明家なので、このブータウンの住人たちはですね、家でいらなくなったガラクタを、ガジェット、これちょっと、なんかさ、面白いもの発明してよ。で、住人はいっぱいガラクタを家から持ってきます。ガジェット、ガジェット、これも。いやー、あ、これもいらないやつだ。ガジェット、ガジェット。うわー、これ重い。ガジェット、ガジェット。よし、ガジェット。あ、だんだん冷たくなってきちゃった。そこでガジェットは思いました。これもう全然発明がはかどらないと、なんかいい方法はないかな、なんか運ぶのも大変だしって思って、そこでガジェットは思いつきました。これベルトコンベヤーを敷けばもっと運ぶのが簡単になるんじゃないかと、そこでベルトコンベヤーを敷いたところ、今までのようにですね、こう住人たちが乗ってくると、ガジェットこれ、はい、おお楽そうね。じゃあこれも置いとけばいい。ガジェットさ、これさ、荷物運ぶんじゃなくて持ってきたらどうなるか。楽しそう。ちょっとガジェットさ、これ僕たちも乗って楽しめるようななんか作れないって言って思いついたのが、あのガジェットのゴーコースターなんです。なので周りを見ていただくとですね、今まで集めてきたガラクタがいっぱい使われているんですよ。例えばもう使い古した歯ブラシとか、使えなくなった電卓だったり、もうへこんでしまったサッカーボールだったりが使われているんです。もしちょっとスリリングなアトラクションなんですけど、余裕があれば周りを見ながら楽しんでみてください。ちなみにガジェットは見た目も気になりますよね。どうなんでしたっけ。はい、アトラクションの入り口に入ってすぐにですね、このようなガジェットの肖像画があります。で、大発明家らしくここに豆電球を持っております。で、この肖像画はちょっと傾いてます。しかもそのガジェットのゴーコースターのですね、てっぺんには風緑ならぬ風にガジェットもついているので、そちらの写真など撮ってみてください。以上、ガジェットのご紹介でした。ちなみにパーク内でガジェットの肖像が見えるのはそこだけですので、ぜひ見に行ってみてください。さて、ガジェットのご紹介はこの辺りにしときまして、今日はですね、皆さんの持ち物から何かインスパイアを得てアトラクションを紹介したいなと思うんですけども、ドナルドといえばミッキーのフィルハーマジックですね。ミッキーのと言いながら思いっきりドナルドが主人公のあのアトラクションをご紹介しましょう。それではいきます。ミッキーのフィルハーマジック。何やら指揮者のような方がいて、楽器の調律が。会場内のシアターでは指揮者ミッキーマウス率いるフィルハーマジックオーケストラの演奏が始まるとしています。ところが裏方のドナルド・ダックが、触らないでと言われたミッキーの魔法の帽子を勝手に使ったので、いろいろな魔法が起きて、コンサートは始まる前に大混乱になってしまいます。魔法が起こる中、ドナルドは魔法の帽子をなくすまいと奔走します。そして魔法は次々とホテルの世界を駆け巡っていくのです。美女大将の一人ぼっちの晩餐会、こちらルミエールですね。